にちは、花あかりです。髪の毛を短くしたどうかな、後ろすっきりと短くしました。ちょっとパーマも当てて似合うか似合わんか分からんけど、はい、今にしました。今日は前回、子供に頭を着せる練習をしたんですけど、羽織を着せた時にこの羽織紐、ここの羽織のこの羽織紐を知らんくて適当にちょっと結びしただけやったけど、ちゃんと結び方があるみたいやって、あのあと調べたら羽織紐の結び方ちゃんとしたのがあって、所長さんには多分ダメやと思うから、ちゃんとした結び方をちょっと練習したいと思います。こうやってちょっと練習です。こうやって揃えて持って、で左の手手で紐をこう持ちますね。で紐を2つ揃えて親指にこう引っ掛けます。でで、このまま親指に巻きつけて、こうかな、こうして、でもう一回こう巻きます。でこのままこう持ってきて、で上に来たこれを草を上向きにして、でこう親指を抜いたらここトンネルできましたね。ここのトンネルに草を上にして通します。通してで、やってきたら草のとこまで、草がこの穴に取るとこまで来たら、こう両端引っ張って締めます。で形をきれいに整えて、感じで結ぶそうです。わからん、初心者やし分かりません、あんまり。ただ本番なる前に気づいてよかったなと思います。ちょっと結びで着せてたら恥ずかしいね。ちゃんと結ぶの気づいてよかった。はい、こんな感じで結びます。いました。はい、ということで、今日はこの七五三の羽織の紐結びをちゃんと結び方があるということを気づいたので、今日は練習をしてみました。来月本番なので、もうちょっとしっかりピンクせれるように練習したいと思います。はい、じゃあバイバーイ。